香川照之です。3月11日に起きた東北関東大震災において本当に多くの方が亡くなりました。そして今もご家族が亡くなられておりながら、真っ暗な体育館や市役所で眠れぬ夜を過ごされている方々が本当にたくさんいると思います。テレビを見てこんな光景はもう僕の人生でも二度とないぐらい本当に心潰れる思いの、そういう光景が毎日毎日繰り広げられています。なぜこの地震が起こったのか、本当に僕たちも考える、そして日本の国民全員が今考えていることだと思います。日本は今心が一つになっている、僕はそう確信します。皆様どうかどうか今日一日を耐えて、1秒耐えて、1秒耐えた後は 2秒耐えて、その時間の繰り返しで耐えていくこと、ただそれしかないと思います。僕は日本という国は本当に選ばれた国だと思っています。神の国であると。だからこそこういう大きな震災を皆様だったら耐えられる、皆様だったら乗り越えられると、そういう意味も含めてこういう震災、皆様が不幸なことに被災されてしまったのではないかと思います。でも絶対乗り越えられると思う、僕はそう確信しています。皆様が日本人の代表なんです。もし皆様が乗り越えられたら、僕たち全員が乗り越えられると思うんです。そして世界中にその勇気を与えることができると思います。皆様が今先頭を走っているんです。皆様が乗り越えてくれれば、僕たちも絶対乗り越えられる。そして必ずこのことを言いたいです。終わらないものはない、絶対に終わらないものはないということです。必ず終わりが来るんです。そしてこれが起こった後に大きな大きな喜びが来ること、絶対にそれを信じて今日一日、この1時間、それを耐えてください。僕たちが普段いかに幸せな状況に乗っけてもらって仕事ができているか、それをこの瞬間も実感しています。どうか1ミリでも平和な時間が訪れますよ。本当に微力ながら我々一度心から願っています。もう一度言います。今日本が本当に同じ一つの気持ちになっています。この大きな気持ちが絶対に届くと僕は信じています。どうか本当に耐えてください。今が一番苦しい時です。5年後10年後こういうことがあったと少しでも笑えるような、そういう日が来ることを心から願っています。皆様本当に辛いでしょうし、本当に寂しいでしょうし、本当に苦しいでしょう。しかし僕たちも同じ気持ちでいるつもりです。できることをこれから我々も微力ながらやらせていただくつもりです。そして日本国民全員が手に手を取ってもう一度笑える日が来るよう心から願っています。本当に耐えてください。